頭ポンポンされちゃったけど、私なんかいいことしたっけ？指揮官、営業時間にこんなことしちゃダメだよ。今日仲間がドリンク作ってるところをうっかり見入ってしまったの。ビスマルクに注意されるまで気づかなかったぐらいにね。私寝ちゃってた。閉店したら少し休憩しようと思っただけなのに、もうこんな時間。そういえば指揮官はどうしてまだここに？指揮官、いらっしゃいませ。なんだかこの格好でいらっしゃいませ言うの不思議ね。注文取って、料理運んで、掃除して、ローテ組んでやっていけば飽きることはないね。あの大人の飲み物を飲むとね、フラフラしちゃうから好きじゃないの。今日、仲間がドリンク作ってるところをうっかり見入ってしまったの。ビスマルクに注意されるまで気づかなかったぐらいにね。ハインリヒは自分の偽装をアイゼン君と呼んでるっぽいけど、ハーダルベルトも偽装に名前つけようかな。マリオネットじゃないよ。ん？急に頭ポンポンされちゃったけど、私なんかいいことしたっけ？指揮官、営業時間にこんなことしちゃダメだよ。まだ任務が残ってるよ。指揮官はやっぱ私の助けが必要だね。任務終わった？ご褒美になんか飲む？指揮官がいるところにメールが来るよね。もう閉店したけど、何か要望あるなら遠慮なくアーダルベルトに言ってね。委託組の仲間たちが帰ってきた？後で飲み物を用意しないと。ローテ組んでやっていけば飽きることはないね。